皆さんこんにちは、H1 の石圭です。メガニックの村松です。今回はですね、デモカーの DC5 富士スピードウェイの富士版グランプリ、ね、夏と冬にやってる4時間耐久レースで、まあ、車何台でも登録できて、ドライバー好き勝手変わって車好き勝手変わって4時間走るみたいな、はい、お遊び耐久があるんですけど、まあ、それにうちの会社として出るのに、DC5、作ってて、去年の夏に出て、まあ、今回、冬大会、まあ1月の何でしたっけ10日かな、ね、うん、10日にあったんですけど、それに向けて作ってて、まずそのテストっていう感じで1月の4日、富士スピードウェイに行ってきました。まずはちょっとその時の V をどうぞ。DC5 ですね。この車は年2回ですね、富士湾グランプリっていう、まあお遊びのね、4時間耐久のレースがねあるんですけども、まあそれに向けて社員みんなで楽しもうかみたいな、まあそんな感じでね作ったやつですね。うわ、すげえハンドルよく曲がるんだこれ。あら、 GoPro の充電切れちった。やばい、これハンドル切れば切るほど曲がってくんだけど、リアがブレイクしたら終了って感じだこれ。なかなかピーキーな仕様になってるかもしれない気がする。フィーリングはそんな感じ。ちょっと切っただけですぐ曲がる。特に左がすごいね。左がすごい。何これ、もう、ああ、右の方が短いってこと？なるほど。怖え。ダメだ、これまっすぐ走らねえよ。うわ、怖っ。すげえ、もう左に持ってかれる。あ、怖っ。フラフラやわ、これは。フラフラ、怖え、超怖え。うわ、うーわ、うわ、あ、これやばいね。どっか飛んできそうだよこれ。
っていう感じでしたね。ひどかったですね。ひどかった。ひどかった。とんでもない。うん。本当ね、最初なんかハギコースインしてた時は、あなんか結構クイックに曲がるなみたいなフィーリングだったんだよ。まあ多分ブッシュを全部強化、ピロじゃない？強化ブッシュ、ね。強化ブッシュ、ね。強化ブッシュに変えてロールゲージ入れて、なんかねすごいしっかりした感もあったんだよ。でハンドル最初切った時も、おすごいよく曲がれと思ったんだけど、あれ？左と右の曲がる感覚違うぞみたいになって、そっからスピード出してったら、もうこんなだって。抑え込みが効かない。抑え込みがない。で、さっきの映像だと、まあ、ストレート最初1周目の時だから、まだあれでもゆっくり走ってるのよ。あの後、試しに全開出したら、まあ、こんな感じ。200キロ近くでそれは怖いですね。あれ怖い。っていうので、まあ、富士ワングランプリがあのテストに行った週末の日にあったんですけど、まあ、とてもじゃないけど、あのまま混走で富士の第一コーナー行ったら、まあ、ただのミサイルになるっていう感じだったから、結局ね、ちょっと富士ワングランプリの冬大会にはこの車持ってけませんでした。で、原因と思われるところを、直してみました。はい、この前のフラフラの原因はタイロット逆座し仕様です。まあこれじゃないかってところだよね。そうですね。うん、やってみないと分かんないけどね、とりあえずこれまでのタイロットがどれだったっけ。これまでのタイロットが、こちらです。はい、ジーズレーシングさんのショートタイロット、ショートタイロット、ね、うん、これをもともとはつけてて、でまあこの DC5 のこのタイロットの取り付けのこの角度、これがやっぱこの角度のままつけるとかなり万歳しちゃうからっていうので、逆差しにしてタイロットのこの角度を少しでも水平にというのでやってみたんだけど、まあこの逆差しがいけなかったのか、逆差しにしたらそもそもタイロットの長さが足りなかったんだったっけ。そうですね、塔がもっと縮めたいのに縮められない、うん、縮められないと、ではもうものすごいトーアウト状態になる、うん、であのここを縮めていくけども、ここが長すぎて縮めきれないってことで、ショートタイロットを投入したわけです。で前回はギリギリ調整範囲に入っちゃったっていうことで、でも入っちゃったっつっても入ってなかったんでしょやりたい数値にはなってないですね結局左右で長さ変えて強引に合わせた感じでしょハンドルこんなんでしょ。だからもしかしたらこのショートタイロットを今のこの逆差しで入れたら間に合うってこと。長さ的に、前回はそこまで本当はやりたかったんですけど、ああそういうことなんだ。時間の都合もあって、あじゃあ逆差しが悪いわけじゃない可能性があるってことだね。パターンとしては2個出てきちゃいますね。逆差しが悪い、ただ単にタイロットの長さの関係でアライメントがしっかり取れてない、うん、2パターンになっちゃいます。まあでも左右で今タイロットの長さが違うわけだよね。違いますね、無理くり合わせた感じ、まあ、それはあんな感じになっちゃうなまあとりあえず逆差しもやめて、はい、まずは普通の差し方でタイロットは普通でショート、はい、まあそれでこれまではね普通に走ってたからね。そうです、まあ、まずはこれ戻してブッシュ類フル交換したのとロールゲージ入れたのがどうだったのかみたいなのが分かる状態にまずはしてみましょうか。はい、リセットしましょう。はい、はい、
じゃあ交換終了。はい、終わりました。まあ逆差しからやっぱ通常位置に来るなると結構万歳だね。そうですね、これ今リフトアップしてる状態で、はい、もうすでに万歳だもんね。とんでもない上に出ますね、これね、ええ、これ着地したらなかなかの万歳になるけど。そうですね、まあとりあえずしょうがないね。そうですね、今回これで前はこれで走ってますから、うん、じゃあこれでアライメント合わせますか。はい、で右フロントのキャンバーが、3度20分ぐらいかな。もともと3度、そうです、前は3度です。3度20分で左は、あれこっち3度ないの。あ、スティアリングがだいぶ左向いちゃってますね。ああ、じゃあまあだいぶ調整が必要だね。はい、ここはタイロッド変えたので、かなり今右側はトーアウトにだいぶ振り切ってる感じだね。で左前もう測定不能位置まで振り切ってますキャンバーの前にまず遠からちょっとある程度の位置に合わせないとキャンバーが出なそうなんで、じゃあ遠をお願いします。さあグイグイ行こう。あ、だいぶいい感じのところまで持ってきた。よいしょ、今アウト20分ぐらい。これで一旦遠を左右合わせた時のキャンバーだと振り切ってた左前、あ、でもキャンバーほとんど変わらないな。変わらないです、ね、遠変えても変わらないね。ほとんど変化ないですね。変化なしだね、うん、まあじゃあ一応左右とも3度に合わせよっか、うん、そうですね、今キャンバーは左フロント3度。はい、はい、OK。 これで両方3度になりました。じゃあこれで遠も調整して、アウト20分左右とも合わせました、はい、あれタイロットの長さもう一回今のでちょっと測ってみる。測ってみますか。うん、約9ミリぐらい。9ミリ。9ミリ。よいしょ。ちょっと長いかな。こっちがやっぱり10ミリぐらいはあるんで、まあ同じぐらいですね。でもさっき2ミリ差だったから、まあ1ミリ差になったね。ね、まあこんなもんでしょう。じゃあこれであとは富士でテストだね。ですね。はい。はい、それでは富士スピードウェイにやってきました。ありがとうございます。雨です。はいまあ、DC はとりあえずね、まっすぐ走るのかどうかというところなんで、まあそんなに雨は気にせず走りたいと思います。タイヤはね、G3 のシンキングです。
走らせないので。
どこがいいのかわからないから、なんか真ん中ぐらい走ってるとすり鉢状になってると外の方が雨が、うん、ここはね、全開でそのまま全然行けちゃう、はい、ここも大手前からブレーキ、まっすぐ立ち上がっていくみたいな感じだったんだけど、ここちょっとでも攻めたらもうすぐくるくるくる回る、ほら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 、ほら来た忙しいことになってますね。1時間ずつ走ってみようかなと思ってます。